こんにちは、稲葉です。長い2学期が終わったと思います。お疲れ様でした。冬休みも何本か YouTube ですね。だいたい行きたいと思ってます。よろしくお願いします。で、今回はですね、例えばマイクロソフトとグーグル組み合わせるというか、ハイブリッドで使ってる学校ってありませんか？私が調べた限りでは多いです。実際、私の学校もそうでいって、Google Classroom 使ってます。一方で、教員が教材を作ったりするときは、ほとんど Microsoft の Office、PowerPoint とか Excel になってます。で、そういうときにいろいろ問題も起こるいうことがありますね。例えば、こちらですね。Google Meet ですね。で、Meet の中で、PowerPoint 画面共有してやりたい。そういう時に困った問題が起こると聞いてます。Facebook でもそういう質問がありました。何か言いますと、これですね。PowerPoint の発表者ツール。実は私、発表者ツールをほとんど使わないです。もうそのままパパパーとやります。で、まあ、それは置いといて、発表者ツールをミートで使うときですね。生徒側にもこれが出ます。で、困ったいうことです。つまり、教員のパソコンの画面だけでこれを出したい。生徒の端末は普通のスライドショーだけ。で、その方法がちょっとわからないような質問でした。現場でも多かったそうです。ということで、学校の環境で実際にやってみました。で、後ろにビデオカメラを置いて、私がやってる様子を撮ってます。それをご覧ください。で、その中で私が入って話すことはありませんので、よろしくお願いします。はい、では。
はい。私がやってみた限りではこんな感じでできてます。教員 PC だけ発表者ツールになってます。で、これって言ってしまいますとね、教員 PC のここをタスクバーを出せばいいということになります。で、パワーポイントの全面スライドショー状態がタスクバーを出す方法は、コントロールキープラス G のキーです。これであれば、こんな風にできると思います。もう2学期は終わってますので、1月になったら学校でお試しください。で、この解説ビデオいろいろキャプションがついてますけど、オールパワーポイントで作っております。パワーポイントでこんな風に解説動画が作れるということかなと思ってます。はい。では、今回はこれで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。では、また。